人間の思いがロキに届いた。彼は真田幸村にゼウスの体の在りかを伝え去る。連合軍はオーディン軍が守るゼウスの体を目指して進んだ。腕輪にオロチの力を注げばオーディンを滅ぼせる。彼らが組み立てた仮説を実証するために。ふむ、すでにダッキたちがいるようですが、ゼウスを厳重に守っているのでしょう。どんな状況であろうと俺たちは立ち止まれない。参りましょう、お市様。ええ、全ての世界を守るためゼウス様を取り戻しましょう。この場所がバレちゃったか。なら、こういうのはどう？あ、城に火を放ちやがった。どうやってもゼウスを俺たちに渡さないつもりか。向こうが家系を使ってくるとは。火が回りきる前に城を制圧しましょう。みんな、早くこっちに来て。どんどん火をつけましょう。このままでは城が焼け落ちてしまいますぞ。急ぎ怪物の進撃を食い止めねば。城門を押さえ怪物の侵入を防ぎましょう。炎の方よろしく頼みましたぞ。神宮殿、指揮はお任せしてよいでしょうか。私は怪物を一掃するため大筒の準備をします。よろしければ主膳殿もご一緒に。なあ、俺たちを家系で出しに行こうなんて甘すぎる。ついていきたい、そう思わせる戦いだ。タカトラ、行くぞ。それがしにはそなたの力が必要だ。承知しました。必ずや戦果を上げてみせましょう。霊気殿についてと言ってくれ。彼女はまだ軍に馴染めていない。わかりました。お任せください、長政様。タカトラ、長政様のことはお願いします。あなたがいればきっと大丈夫です。お任せください、私が必ずや長政様をお守りします。ここを通ろうってか。なら、その獲物を置いてきな。簡単に行かせてはくれないか。参りましょう、長政様。ああ、我が槍で貫いてみせる。二人、私と一緒に進む。ええ、レキさん、あなたの力頼りにしていますよ。そうか、お前の期待にかなわぬよう奮戦するぞ。おお、お見事な活躍ですな。なかなか。あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。野牛胸のやつ、それなりに楽しめそう。シオフ殿は一人に。大丈夫なんですかね。シオフ殿は短期でこそ力を発揮される。我らと歩調を合わせてこの部を生かせぬだろう。仕方あるまい、任務は我らが着実に遂行せん。全然足りないわ、みんなもっと来て。大筒の準備はうまくいっているのか。俺も目の前の任務に集中せねば。とにかくです、私も頑張らないと。
けられぬ。火が回るにはまだ時間がかかる。急ぎ敵を一掃すれば鎮火も間に合うだろう。強い男ですが、采配は的確ですね。さすがはあの鬼神を支えた軍師、心強い。地を探ってるんだ。あいつのことだからバレてないとは思うんだ。あの方の心配ならご迷惑か。木を見て我らの元へ下りましょう。やりやがるじゃねえか。よし、門は押さえた。ここで炎の怪物を食い止める。この地点で迎撃に徹するとしましょう。貴様の剣には興味がある。俺と戦えなら場所を変えようか。ついてきなよ。力を示す。父上、どこへ行かれるの。玉殿を見送る胸襟はお察しします。ですがご心配は無用です。水も動くな。砕け散れ。他の怪物もご用意しちゃってます。さあ、あいつらをやっつけちゃって。任せときな。見てろ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。見てろ。神の力を示す。負けぬぞ。神の力を示すのはられぬ。黙って行かせてくれない。注意して。負けられない。お見事です。私も頑張らない。見つけたぞ。負けられぬ。予想以上の腕よ。あなたこそ真の三国武将ですね。砲術の場所へ急ぎましょう。仲間が手配してくれているはずです。ついていきたい、そう思わせる戦いだ。見られぬ。貴様は踊り食いにしてやる。今日は調子が悪い。あばよ。ここは通せへん。今度こそダキちゃんの役に立ってみせる。ヒミコか。窮地とて容赦はしない。立ちはだかるならば私がここで打ち倒す。お待ちください。私たちも共に参ります。
とは源の九郎義経、ここは抜かせぬ。手ごわい敵がまた出てきましたね。ですが突破させてもらいます。任せときな。しばしも殿、急がねば城が燃えてしまう。早く門へ参ろう。この任務、迅速かつ厳粛に遂行せねばならん。分かってますって。この二人と一緒じゃ怠けられねえ。任せときな。見てろ、ここは炎の怪物の進軍だ。譲れはせぬ。炎の怪物はまだまだいるんだから。さあ、城が持つかな。源氏の者、貶めてしまったか。この辺りに王術があるはずです。あったぞ、リクさん。早速火を入れよう。家康殿の話ではここをこうすると。よし、発射。うまく動かせましたね。これで怪物を仕留めていきましょう。おお、王術が火を吹きましたな。リクソン殿、さすがのお働きですぞ。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。なんとかなりましたね。お二人ともお怪我はありませんか。大丈夫。さすが、見事な活躍だった。お前たちの協力があっての戦果だ。私一人では手間取っていただろう。礼を言う。中央の門は押さえ、引き続きここを守らない。お見事です。私も頑張らない。素晴らしいお働き。この争いの終わりも近いでしょう。ワクワクするね。ここをどきな。貴様、申し訳ありません。力を示す。なんとかなったか。さっさと進もうぜ。よし、この門は抑えたな。周囲を警戒しましょう。敵に奪い返されると面倒です。少しは動かないと。だけど怪しまれる。果汁が出てきたか。任せときな。少し様子を見たいところだが、ここは我らに任せよ。果汁殿の元へ行くがいい。命令違反とも取れる行為。今回だけは目をつぶ。少量殿、キンキン殿、打ち取った。すみません、行ってきます。出るぞ。ここまで頑張るなんてね。けど今度こそおわり。勝利をこの手で。苦しいけどまだ戦える。裏なら敵前討伐まで処罰の対象だが、果汁殿の様子も伺っておかねば。危険を冒して患者を務めてくれているのだ。芝生殿が友を心配するのは当然のことであろう。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。どんなに辛くても逃げたくない。押されているか。しかしここで負けるわけにはいかぬ。出るぞ、任せときな。
ありがとうございます。すぐに体勢を立て直します。神の力を示す。お見事です。私も頑張らない。こうして話していれば疑われるかもしれない。さあ打ち合うぞ師匠。こんなところでいいんだよ。俺は下がるぞ。カジュンさんやられるの早くない？悟空さん代わりに行ってよ。ったく猿使いが荒いね。まあいい、活躍してやるぜ。しぶといわね。そろそろ耐えられなくなるんじゃない？見てろ。神の力を示す。お前こそ真の三国武将だ。カジュンさん、まだ撤退してなかったの？人間がここにいたら焼け死んじゃうわよ。他の奴らは引いている。この時を待っていた。カジュンさん、まさか裏切るの？なんちゃって、それぐらい読んでたわよ。ラッキ様、お下がりください。まだ兵が残っていたか。もう少しで私を倒せたのにね。龍騎、抹殺しちゃって。食ってやる。あ、あ、いた、あった。かばよ。魔獣は無事なのか？あいつ城内にいたんじゃ。撃ち取った。ブギャー。ちょっと勇気起きてよ。主膳殿、城を撃つのはおやめください。あの中にはゼウス殿が。すまない、手元が狂ったけど、あの姫龍馬に当たったみたいだ。これでお前一人だ。覚悟しろ、ダッキ。な、何これ、こんな展開ありえない。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。ついていきたい、そう思わせる戦いだ。素晴らしいお働き。この争いの終わりも近いでしょう。カジュ、よかった、とりあえず無事みたいだな。師匠、いいところに来たな。手を貸せ、ダッキを倒す。ちょっと、味方が来るなんて卑怯じゃない。いやお前は頼りになる。ありがとな。砕け散れ。消されているか。しかしここで負けるわけにはいかぬ。苦しいけどまだ戦える。デルト、どんなに辛くても逃げたくない。一つ残らず打ち砕いてやる。終わりだ。オーディン一人を斬れば異界の乱は収まる。彼はその確証が欲しくて内情を探ってたんだ。奴の力は強すぎるのさ。おじさん一人じゃ無理だから、こっち側にいてお宅らを太らすことを。
何をグダグダ言っている。さっさと俺と戦え。任せときな。火が燃え広がっていますぞ。急に敵を一掃してくだされ。疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。やるな。無能でないのは何にも勝る。鼻が利くようだ。おかげで命拾いにしたぜ。ているか。しかしここで負けるわけにはいかぬ。苦しいけどまだ戦える。どんなに辛くても逃げたくない。こりゃ適当じゃ済まないか。本当に撃てるのか。俺を試すつもりか。後悔させてやる。出るぞ。雑魚のくせになかなかしぶとい。終わりだ。もう危険だ。下がっていく。俺は好きでこうしているだけだ。みんな私に続け。かしこまりました。私が討ち取ったぞ。降参するよ。世界が救われる確証も得たしね。邪魔の入らない場所で確かめられてよかったよ。ゼウス殿の場所が分かった。ついてきて。なんとか目当てのものが確保できましたな。しかしまずは城の火を消しましょう。炎の怪物が引いているなら問題ないでしょう。この程度の火ならすぐに消し止められます。力はオーディンに奪われてしまった。代わりに俺の命をもって父上を復活させよう。私にも責任はある。貸した命はオーディンを倒した後に返してもらうさ。感謝する。この世界を作ったこと、私たちを巻き込んだこと、すべてお前の策なのか。いや、息子の裏切りはさすがに予想外よ。父上、申し訳ありません。アレスよ、お前の罪は重い。ゆいに罰を与える。すべての世、そして人間たちを救うため、
命を懸けて尽くせ。できるな。はい。さて、人間たちよ、あとはお前たちの手で幕を下ろしてくれ。ゼウスよ、この異界でウヌは何を望む？わしの力を餌にオーディンを呼び寄せ、お前たちと共に撃とうと思っていたのよ。力への渇望と滅びへの恐怖に取りつかれ、オーディンは不穏な野心を抱いた。全世界を従えるべく軍備を整えたのだ。このままでは神々の間で戦争が起こる。そうなれば神界も人間界も無事では済まない。無論戦界もいずれ巻き込まれただろう。これをいかにして防ぐか悩んでいる時に、オリンポスの水鏡で偶然お前たちとオロチの戦いを目にしてな。この世界を閉ざしてオーディンを縫い止め、人間たちと共に奴を撃とうとした。そんなところかの。だが危険な賭けに出たものだな。オーディンがオロチの復活を企てるなど、少し考えれば分かりそうなものだが。だからこそ戦界と、そして英雄たちの力が必要だったのよ。たとえオロチが蘇ろうとも、お前たちならば倒せる。でも、だったらどうして私たちと戦ったんですか？最初からそう言ってくれればよかったのに。本当にオーディンやオロチに対抗できるだけの力を持っているか確かめたくてな。それと純粋にわしが戦ってみたかったのよ。父上、あなたは本当に。いや、すまんすまん。しかし、まさかお前が命を懸けられるほど人間たちに感化されるとはの。そういうわけでは。ただ俺はオーディンに一泡吹かせたかっただけで。最初はそうでも、人間を滅ぼしたくない。彼らになら未来を託せると思ったのだろう。素直になれぬのは相変わらずのようだな。親子ともども皆には迷惑をかけてすまんが、全ての世界を守り抜くため、どうか力を貸してくれ。ああ、大事な仲間も取り戻したことだし、これからはもっと真面目にやらないとな。師匠の口からそんなセリフが聞けるとはな。何度も戦って、おたくらの力はよく分かったよ。おじさんの剣、これからは世界を救うために使ってもらおうかな。宗則殿、心強いです。どうかよろしくお願いいたします。この加工旅に任せておけばいい。不殺、これを貫く。オーディンがわしの力を奪い、滅びぬ存在となったのは誤算だが、まさかオロチの力を使うことを思いつくとはな。いやはや、人間の知恵とは素晴らしい。やはり、ただ教え導かれるだけの存在ではないか。あなたは、倒れていらした間のことも全てご存知なのですか？うん、魂まで奪われたわけではないからな。この世界の様子はずっと感じていた。だが残念なことに、腕輪に力を込めるにはわしの杖、ケラウノスが必要でな。それを持っているのはロキ殿ですね。
力も武器も奪われた今のわしでは大した戦力にはならぬ。すまぬがケラウノスを取り戻してもらいたい。承知しました。ロキ殿のもとへ向かいましょう。神々の王たるわしが勝利をもたらしてやろう。